ニセコライナーとは、北海道旅客鉄道が、ランコ市駅、クッチャン駅札幌駅間を、函館本線を経由して運行する、快速列車。札幌近郊路線図で用いられる記号は、C。本校では、函館駅まで走行する、臨時特急、ニセコ、冬季に運用される、臨時特急列車、ニセコスキーエクスプレス、下機に運転される、臨時特急、ルプリ、 輪っかなどについても記述する。出店、ランコシ駅、コンブ駅、ニセコ駅、平府駅、クチャン駅、小沢駅、銀山駅、差別駅、ニキ駅、与市駅、乱闘駅、塩谷駅、小樽駅、南小樽駅、小樽築港駅、テイ駅、ことに駅、札幌駅現在は、内部運転所に所属する、キハ201系機動車が使用されている。下り 3925D は3両編成。 上り 3954D は、小樽駅まで6両編成、小樽駅以降は3両編成で運転される。3954D は、くっちゃん駅に到着後にそのまま夜間退白した後、翌早朝に3両が、ランコシ駅まで改装され、折り返し 3925D として運転される。2006年まではキハ150系機動車も、 使用されていた。キハ183系5000番台1988年12月より、ニセコ駅札幌駅間に、スキー客向けの臨時特急、ニセコエクスプレスが設定され、以後毎年冬に運転されていたが、2017年9月に、ニセコエクスプレスで使用されていた、キハ183系5000番台が廃車となったため、事実上の廃止となった。以前は、 ニセコスキーエクスプレスの名称で、ニセコ駅札幌駅間、ニセコ駅オタル駅間の系統が存続していた。車両は、ニセコエクスプレスの愛称を持つキハ183系5000番台が使用されていた。2004年から2008年までは、ニセコ駅札幌駅間で2往復設定されており、このうち1往復は、余市駅にも停車していた。 2009年からは一往復の設定となったものの、2011年の運転では新たに、ニセコ駅をたる駅間の一往復が追加された。2015年9月5日から11月3日の土、日宿日に、おしゃまんべき札幌駅間を結ぶ、臨時特急列車、ニセコとして運転。車両は、ニセコエクスプレスの愛称を持つキハ183系5000万台3両、編成。 座席は1から2号車は指定席、3号車は自由席で構成。2016年北海道新幹線、開業記念として8月29日から9月7日の期間に、函館駅札幌駅間をニセコ経由で結ぶ、臨時特急列車、ニセコとして運転。 8月31日から9月3日は平成28年台風第10号の影響により全区間運休9月4日から7日に運転再開この期間はニセコエクスプレス車両の冷房機器の故障の影響によりオホーツクで運用されるキハ1 8 3系3両編成によるダイソー運転となった CX2017 年1月18日から1月31日の 期間にも、臨時特急列車、ニセコとして運転。停車駅と運用時刻は、上記と同じ。車両は、ニセコエクスプレス車両のキハ183系5000番台で、運転。2018年2017年9月に、ニセコエクスプレス車両のキハ183系5000番台が、廃車となった影響により、キハ183系3両編成での運行に、変更された。 停車駅と運用時刻は、蒸気と同じ。期間は9月1日から4日、6日、7日、9日から11日。特急ワッカ号と、特急ヌプリ号特急ワッカ号特急ヌプリ号、特号,特急,リ号,特,急号特急ワッカ号と、特急ヌプリ号の発車時刻案内それぞれ、函館駅と札幌駅から、ニセコ方面に向けて運用される。ヌプリと、ワッカは、アイヌ語でそれぞれ、ヤマト。 水を意味する言葉であり、前者は、幼亭山と駒ヶ岳、後者は、新鮮沼や尻別川などに由来する。2012年に、函館駅を車満部駅に瀬古駅を樽駅、札幌駅間を結ぶ特急、ヌプリとして、運転を開始し、同年8月6日から8月31日にかけて1日、1往復が運転された。運行時刻は、上りが札幌駅発8時4分。 函館駅議14時、下りが、函館駅発11時43分、札幌駅議18時29分であった。2013年は、ルプリの運行区間を、函館駅おしゃまんべきにせこ駅おたる駅間に、縮小し、おしゃまんべきにせこ駅おたる駅札幌駅間に、特急、輪っかを新設。8月10日から8月25日にかけて、 それぞれを1日1往復ずつ運行する。なお、停車駅は2012年度と同じである。また2013年7月6日に発生した、北斗14号の車両火災の影響で減便した北斗をカバーするため、ワッカに連絡する、ワッカ、函館アクセスバスを、函館駅押車万部機間で運行することとなった。2014年は、運行区間を、 函館駅を車万引きニセコ駅を樽駅、札幌駅間に拡大し、函館駅をぬプリ、札幌行を輪っかとして運転。8月19日から31日の毎日と9月5日から15日の金日曜、祝日に1日1本運行した。なお、停車駅については、前年度の停車駅に加えて、昆布駅、小樽蓄光駅が追加されている。 2015年は2月5日から11日の毎日に運行されたほか、8月18日から31日の毎日で1日1往復の運行が予定されている。前年と異なり、9月の土、日宿日には、ヌプリ、ワッカに代わって、ニセコ号が運行される予定となり、運行区間は、おしゃまんべきニセコ駅小樽駅札幌駅間。また、停車駅については、 2015年2月運転分は、ランコシ駅が追加。2015年8月運転分は、手稲駅が追加され、ランコシ駅は通過となった。車両は、函館運輸省及び内母運転所に所属する、キハ183系機動車の4両編成が使用されているが、2013年は、北斗車両火災の影響で、ヌプリの使用車両がキハ183系5000番台に、 変更となる。1970年代には、札幌駅旭川駅間の急行カムイの大半とノンストップ急行幸風札幌駅名寄駅間の急行名寄の一部、札幌駅は加内駅の急行天北は、小樽駅札幌駅間を普通あるいは、快速列車として乗り入れ運転されていた。快速の停車駅は、南小樽駅、千箱駅、手稲駅、 ことに駅である。また、特別快速も設定されており、南小樽駅、手稲駅、ことに駅のみに停車した。なお、それらの快速列車、特別快速列車は1978年10月2日のダイヤ改正で、すべて各駅停車に変更された。函館本線は、本線という格付けを有し、青函連絡線を介して、 本州との玄関口であった函館市から北海道開発の歴史の中で歴史が古く日本銀行の支店や小樽商科大学が置かれた小樽市北海道庁所在地である札幌市とを直接結びさらに北海道各地へ直通する運行体系が取られていたそのため本節では主に函館本線のおさまべき小樽駅間を経由発着あるいは 函館本線内で完結する列車についての遠隔について記述する。キハ80系特急、北海 ED76500 番台牽員14、京急行、ニセコ14京急行、ニセコリバイバルトレイン、北海北海道一周、ニセコ号ニセコに関するカテゴリヌプリに関するカテゴリ輪ワッカに関するカテゴリ北海に関するカテゴリありがとうございます。